オスデンマガジンは、オスデン内にある Linux と、オープンソースソフトウェア関連のニュースサイトである。オスデン株式会社により運営されている。Linux.com, newsforge.com, IT マネージャーズジャーナルといった、ベイソースフォージ社が運営する、ニュースサイトの日本語訳を中心に、サイトが構成され、日本国内のオープンソース関連のニュースもほぼ、カバーしている。 また、八田正幸が主筆を務め、オープンソースコミュニティを巻き込んだ数多くの論議を起こしたコラムを執筆している。2003年4月に、Linux とオープンソース関連の話題を扱う、ニュースサイトの japan.linux.com として運営を開始した。その後、2006年6月に OpenTechPress にサイト名を変更した。2008年9月1日に、 オス電ん社が運営するソースフォージ JP にソースフォージ JP マガジンとして統合された。2015年5月11日にオス電マガジンへと名称を変更した。2005年7月にジョーバールによる newsforge.com 掲載記事を翻訳した get the facts キャンペーンの裏側が IT メディアに配信された際、 記事中に不適切な表現が多数見られたため、事実上の削除措置を講じられたことがあった。ありがとうございます。